チャチンこと佐野千秋です。今日はコストコに行ってきたので、それを紹介したいと思います。まずこれ炭酸電池、これね、こたさんがおもちゃですごい使うんで買ってきました。炭酸電池が40個入って1800円です。まあ持ちがねどのぐらいかわかんないけど、安って思ったんで買ってみました。こたさんのおもちゃ用だよ、聞いてないね。で、もう一個雑貨、女子必須のおけっけそりそりしかもこれね、ソープついてる。ソープ、カミソリの刃のところに石鹸がついてるから、ボディソープなしで剃れる。これが1個本体ついてて、替えが9個も入ってて、2000いくらだった気がするんだよね。2000円ぐらい、わかんない、2000円ぐらいで、あとはね、もう食材をたくさん買ってきました。まず私が絶対に買いたかったもの、てれてれてれー、パン、ディナーロールです。36個入りで458円、やばくない？もう冷凍すれば全然いつでも食べれるし、朝ごはん、夜ごはん、何でも使えるよっていうので、おすすめですごい出てきたので、これは初めて買ってみました。でもこれコストコのおすすめ商品第1位だったので買ってみました。で、第2位がプルコギ。コストコのプルコギマジで美味しくて、しかもこれ味が濃いめについてて、で野菜を混ぜて、野菜を一緒に炒めたりして量をかさ増しとかもできるし、肉じゃがとか牛丼とかもできるんで、これマジでおすすめ。これだって2キロ近く入ってて3000円しない。いやー、これはね、でもコストコ行く人は絶対買うと思う。で、これはわ、美味しそうって思って買ったやつ、ドーン、サーモン、しかもちょっと食べたけど1キロが3639円。これもね、冷凍して2週間ぐらい持つかな。で、今ね、たくあんがあるから、たくあんとマグロたたきでトロタク作りたいと思って買ってきた。これ冷凍とかできるのかわかんないけど、 500g 入ってて1500円、安くない？で、ちょっと食べかけなんですけど、チキーン、しっかり食べましたロティサリーチキンで700円。これはそのまま鍋にぶち込んでスープカレーにしたら激うまで、これも絶対買う、パンオショコラサベール、24個入ってて1000円しません。これは初めて買ってみました、マドレーヌ、ドーンで、妹がマドレーヌすごい好きだから、まあ残ったらあげちゃおうっていうので買ってきました。すごくない？20個入りで1500円、高いのか安いのかちょっとわかんないでもマドレーヌは好きだから買ってみた。で、あ、これ美味しそうだなと思って買ったのがパステルデナタ、これが16個入りで800円。チンしてね、ちょっと温めた方が美味しいよね。あ、いっちゃった。うわ、なにこれっていうので買った、牛タン丼、630g で2500円。これは安いのか高いのかわかんないあと、あ、これすごいってなったのが、これドーン、塩サバ、めちゃめちゃ入ってんの、 1780g で1700円。もうね、100g100 円切ってますから、これはお母さんにお裾分けしようと思って買ってきました。これはね、ネットで見て買いてーって思ったやつ、ティラミス。もうティラミス美味しいし、これ冷凍もできるらしいので買いました。これはもう朝ごはんとか、さっきのディナーロールに挟もうかなと思って、シャウエッセン、シャウエッセンってさ、なんかちっちゃいので買うと、うわっ、だけで手が出ないのね、あんまりで、なんか違うちょっと似たようなパリッとしそうなウインナーに行くけど、これはいくらだったっけ、 1020g で1300円。ちゃんと計算すればきっと安いんだろうなと思ったんで買いましたで、あ、これ美味しそうって思って買ったの、カマンベール、ミニカマンベール10個入ってんので、しかもこれは2021年の2月16日までの賞味期限が長いので、あ、買っても大丈夫だなっていうので買いました。
であと今バターを切らしてて、で近くのスーパーにバターが売ってなかったので、バターしかも2個、これでね700円ぐらいだった気がするんだよね。なんか1個普通500円近くするけど、わっそれより安いじゃんと思ったから買った。と買ったのがしめじ。しめじ、僕ね 500g のしめじってあんま見なくない？でしかもここにジップロックついてるから、あ便利と思って買いました。ぐらいかな、ぐらいかな、僕が買ったのはぐらいかなですね。いやコストコね久しぶりに行ったけどね楽しい。今なんかこのこうやってドーンってある食材がすごいなんか嬉しい見てほしい、ドーンって下にパーンパーン、全部で3万円はしませんでした。ででまあ、コストコ行く人はねそんなもっと安い気がするんだけど、私はもうサーモンとかタンがあるからちょっと高く感じるけど、量的にだってもう多分10キロを超えてるものを買って3万って考えたらめっちゃ安いな。しかも楽しかった。なんかいつもスーパー行ってるのも楽しいんだけど、やっぱコストコでなんかすぐもう見切れちゃうぐらいでっかいのとか、玉ねぎ買ったわ玉ねぎね5キロで700円、安ない？で玉ねぎって私結構消費するから5キロ買ってみました。使い切れるかな。そうなんかこうやってねたくさん食材がドーンドーンってあるのを見るだけでふわ楽しいって なりながらカートを引いてる自分を、一人身だけどめっちゃ買ってるけど大丈夫かな、なんか周り家族連れとかカップルとかだったんだけど大丈夫って思いながらまあまあ普通にはい感じで買いました、コストコに行ってみたいなってこれを見て思ってくれたら嬉しいです。私はコストコ大好きですね、またねコストコ行って今度はねなんか雑貨とかもっと買いたいなって思ってます。今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではグッバイ。